神奈川県立平塚中等教育学校は、神奈川県平塚市大原にある公立中等教育学校、中高一貫生とも学校、通称は平塚中等、または単に中等とも、前身となる神奈川県立大原高等学校内に併設され、2009年に開校した。神奈川県立相模原中等教育学校ともに、神奈川県で最初に設 生きる、慈しむ、学ぶの3つの L を教育理念としている。6年間を発達段階に応じて基礎、観察期、充実、発見期、発展、身長期の3期に分け、学習内容の確かな定着を図りながら教育活動を展開している。前期課程は45分7工事を基本とし、国語、数学、英語を毎日学習することにより、 基礎を確実に身につける。後期過程は50分7工事を基本とし単位性システムをとっている。特に発展、新長期では各自の進路、興味関心に応じる選択科目が増える。神奈川にある特性を生かし、地球規模で環境や歴史、文化、科学技術などを考える視野を育てることを目的とした神奈川次世代教養では1年は IT 活用。2年は地球環境。3年は伝統文化、歴史を、英語コミュニケーションは前期課程の3年間で学び、後期課程の4.5年は課題研究を行い、6年の卒業研究につなげる。基本的に1年は32人5クラス、2から6年は40人4クラスという学校規模。卒業生の大半が4年生大学へ進学する。 新学校である。学校に入学するには決定検査を受ける必要があり、適正検査、グループ活動による検査の結果や調査書により入学者を決定させる。適正検査は1と2があり、それぞれ45分ずつで解く。2010年度の入学試験までは、作文による検査があったが、現在は廃止されている。学力試験は行われない。 出願条件は小学校等を卒業または卒業する見込みがあり、保護者とともに県内に住所を有し、入学後も引き続き県内から通学することが確実なことである。学区は神奈川県全県であり、毎年男女各80名ずつ、合計160名の生徒を募集する。相模原中等教育学校との併願はできない。開校初年度の2009年度の倍率は、 男子が約5倍、女子が約8倍であった。2012年6月24日の第一回水星祭り文化部門閉催式にて生徒向けに発表された。作詞、作曲者の交流は創立10周年記念式典に来賓として招かれた。私たちの時代開校に対して効果の完成が遅れたので暫定的に21世紀の新しい神奈川の合唱曲である。 ふるさとの風になりたいが愛称家となった。作曲者の白井孝子は開校記念式典にゲストとして招かれた。ふるさとの風になりたい21の部活動と一つの同好会が活動している。共学校としては珍しく野球部が存在。2009年科学部と囲碁部が全国大会、水泳部とテニス部が関東大会に出場し、2010年は囲碁部が全国大会。 水泳部とテニス部が関東大会に出場した。2011年は囲碁部と水泳部が全国大会に出場した。また囲碁部は関東大会で優勝を果たした。男女の指定のある部活動、同好会はない。2014年度の実績2015年度の実績全校生徒の約3分の1が平塚市の小学校出身であるが、川崎市や湯河原町、 横須賀市など遠方から通っている生徒も在籍している。後期家庭生の未条件付きではあるが、自転車通学が許可されている。この記事は、プロジェクト学校、中等教育学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。